ロハスバラ TV ショッピング始まりました。はい、お久しぶりです。1ヶ月に一度ね、お会いさせていただきますけれども、はい、本当にね、10月がもう終わりかけておりますけれども、なんか肌寒くなりましたね。いや、本当に急に寒くなって。急ですよね。本当に急に寒くなりました。ちょっと前まで夏っていう感じ、秋がなかったですね。秋なかったですね。寂しいですね。寂しいですね。まあ、その中でね、かなおちゃん、なんかこう、急に寒くなってるんですけれども、暖房っていうのはどういうふうにされてるんですか？暖房は、はい、電気ストーブとか、はい、家リビングだとファンヒーター、はい、灯油入れて使う、ストーブ使ってます。ファンヒーターがふーっと風が出てやるんですね。風が出てくれるやつですね。あれ使ってるんですか？はい。もう今年は出してるんですか？私のね、部屋の電気ストーブは出しました。もう出しました。朝すごい寒いんですよ。でそれで電気ストーブにちょっとだけ温まって、はい、活動し始めます。やっぱりちょっと体をぬくめて、じゃないとも寒さに弱いタイプですか？そうなんです。私すごい寒がりなんです。全然冬より夏派なんです。夏派ですね。夏派なんです。はい。まあまあこんな形でね、今ちょうど暖房を、寒さの季節の変わり目っていうことでね、はい、それと10月31日何があります？10月31日といえばハロウィンですね。ハロウィンですね。はい。我々ショッピングもですね、はい、ちょっと仮装、プチ仮装してますけれども、はい、してます。この、ヒーローマフラーでね、もうテンション上げていこうということでね。今日は楽しく。やりましょうね。ヒーローで。ヒーローでいきます。はい。はい。さてね、今日ご紹介したいのは、暖房機であります、遠赤外線ストーブのマイカの岩盤浴でございます。マイカの岩盤浴。はい。へえ。これね、ちょっと触ってみたら、ほら、手で触っても、これストーブですか？ストーブなんですよ。暖かいでしょ。暖かいけど触れる。熱すぎない。はい。これね、もう去年一昨年ずーっとね、ベストセラーでね、うんうん、もう人気が続いてるんですよ。へえ。この人気の秘密って何だと思います？人気の秘密。はい。でもすごい、そんなどこに秘密があるんでしょうか？はい、なんかティッシュを詰めてますね。これに秘密がありそうですね。これに秘密があるんです。これなんだと思います？いや、これストーブですよね。ストーブですよ。ティッシュなんかこう突っ込んでたら火事になって燃えませんか？その通りです。はい。いや、気になってて。燃えてないんですよ、これ。これ見てください。もう全然ティッシュとして鼻かめるでしょ。もう一回鼻かめますですね。はい。はい。ね。焦げ跡がありません。本当にね、こんな形で。うんうん。ですから、ティッシュを詰めても燃えませんよという。なんならもう、1000度近くなり、1000度いうか1000ワットのところにやるとね、うん、本当に暖かいんですけれども。うんうん。もう本当にティッシュ燃えないっていう安心安全のストーブなんですよ。へえ。最近火事増えてますもんね。そうなんですよ。電気ストーブだんだん多くなってはいるんですけども、便利でね、かなおちゃんのお部屋も電気ストーブっておっしゃったことでしょ。はい。ね、すごくスイッチ一つで、便利なんですけれども、それゆえになんかね、火事が、電気ストーブによっての火事が多くなってるんですよ。なるほど。はい。あれ結構危ないですもんね。結構危ないんですよ。ほこりとかかぶってたらすごい焦げ跡になってたりね。ついついこうずっと服を干すような形で置いてたら、服がちょっとね、焦げたり縮んでたりっていうケースがあるんですけれども、あれ本当危ないですね。危ないです。そういう意味では、このマイカの岩盤浴、うん、火事の心配がないっていうのは一番の特徴なんですね。それはすごい安心安全で嬉しいですね。はい。うん、それとね、あと人気のある理由があるんです。はい。ちょっとお願いします。こちらですね。はい。はい、こちらでございます。はい、まず1番お願いします。はい、1番。空気の乾燥なしっていうところで。はい。空気の乾燥をこれしないんですよ。へー。だから結露が出ないんです。
冬場すごいですもんね、窓の結露で。あるでしょ。あります、あります。あの結露がカビが生えたりね、家を傷める原因になるんですけれども、乾燥しないと家も傷まないし、人もね、暖房ずっとかけてたらどうです、朝起きると。私暖房弱いんですよ、はい、喉がすぐイガイガしたりとか。朝やられてるでしょ。朝声がガラガラで、どうしたんその声って言われたり、ね、あと肌もね乾燥して、はい、冬場は暖房なんか使っちゃうと。あ、女子のね、女子の悩みですね。悩みですね、冬の悩みね。だからそういう意味ではね、この乾燥しないストーブを使うと非常に女子の悩みも、家のカビが生えるとかそういうものも解決しちゃうんですよ、うん、なるほど、それは嬉しいですね。嬉しいでしょ。はい、はい、2番目お願いします。はい、2番目、空気が汚れないっていうことで、はい、これはね、二酸化炭素を出さないんですよ。なるほど、確かにね、昔の、石油ストーブ、うん、こちらはもう本当に、1時間ごとに窓を開けてくださいよというようなことがあったと思うんですけども。ありました。私もね、小学校の時に休み時間のたびに窓換気で開けなさいって、あの教室の後ろに石油ストーブがあったんですけど。あ、石油ストーブあり派なんですね。そうなんですよ、私の小学校時代石油ストーブ、ね、教室の後ろにありました。僕らの時代はもう寒さに凍えながらやってましたけど石油ストーブがあるんですね。そうなんです、恵まれた環境で、はい、それでもでもやっぱり1時間に1回窓を開けて換気してって、はい、寒い寒い寒いって言われた。ああ、ありましたね。はい、だからそういうのがいらないんですね。それはありがたいですね。はい、じゃあ3番目お願いします。はい、3番目が風なし、埃が立たない。はい、これはね、本当にもう風が吹いてません。うん、吹いてないです、ね、ないでしょ。じんわりあったかい。じんわりあったかいでしょ。ということは埃を立たないんです。風がね、うん、立つようなストーブですと下にどんなものがありますか。やっぱり埃、ゴミ汚れとかね、ダニの死骸とか、うん、こういうのをやるともうパーッと巻き上げますから、どんな症状になりますかね。恐ろしいですよね、それを吸ってますからね。吸ってるでしょ。アレルギーとか、はい、ハウスダストとか、はい、ね、症状結構増えてますよね。増えてるでしょ、はい、というのはそういうストーブが増えてた時は本当にハウスダストとかね、アレルギーがもう起こってたんですよ。なるほど、だって巻き上げてそれを吸ってますもんね、うん、吸ってるんですよ。あ、恐ろしいそういうのがないんですね。それは嬉しいです。嬉しいでしょ。安心ですね。安心でしょ。はい、4番目お願いします。はい、4番目、赤外線輻射熱方式ということで、これなんかわかります。輻射熱って聞いたことないです。ないでしょ、うん、これはね、このずっと一緒に説明しますとね、はい、普通の、暖房ですと上が暖かくて下がなんか足元寒いよねっていうような、うん、ありますね。冬足元冷えるね、冷えるねっていう、あります、あります。そういうのが今までのストーブだったんですけれども、うんうん、この輻射熱っていうのはね、もう、お部屋の壁とかそういうとこにトントンと熱が、反射しながらですね、うんうん、もう部屋全体を、天井の方も床の方も同じ温度に暖かくしてくれるというような。なるほど、じゃあ足元も暖かいんですね。足元も暖かいんです。それは嬉しいです。はい、だからそういう意味でね、輻射熱っていうのは、もう温度差がないということで非常に便利なんですね。なるほど、はい、まあそんなことでございます。はい、はい、5番目お願いします。5番目、電気料金。はい、電気料金こちらでございます。じゃーん、これね、まあ、400W、ここの 400W でですね、はい、1時間あたり 12.4 円です。んで 600W で 18.6 円で、 1000W、 今 1000W してますけれども、はい、1000W で 31.0 円、31円ですね。はい、電気料金非常に気になるところでございます。最近もう物価高で何もかも上がって、電気代もすごい高いですね。ね、
とにかくエネルギーのお金が高いです、うん、ガソリン代も高いでしょ。高いです、ガソリン代ね。最近ようやくまたちょっと下がりましたけど、ちょっとね、ちょっと前までまたびっくりするぐらいの値段なってましたね。だからもう電気料金は安いことに越したことがないんですけども、そうです、やっぱりね、電気料金を我々、下げてくださいって下げるわけにはいかないと思うんですけれども、うん、じゃあ使う、まあ、車で言えば燃費ですね。そうですね。まあ、電気で、この家電で言えば、電気料金の消費電力を安くするというのがポイントなんです。なるほど。お財布にも家計にも優しいんですね。そうなんですよ。もう時代にマッチしたマイカの岩盤浴なんですね。なるほど。すごい今、たくさんいいところがあります。それはベストセラーになりますよ、そうなんですよ、このストーブ。それとね、最後ね、これスイッチつけると、うん、暖かいのがもうすぐ暖かくなるんですよ。へー、すぐ。はい。もう昔のね、遠赤外線ストーブっていうのは10分からもう広いとこになると20分ぐらいしなければ暖かくならなかったんですよ。そんな待たないかんかったんですか？うん、そうなんですよ。それが速攻でもうもう30分ぐらいでですね、うん、もう体がポカ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 して、もう30秒で、わずか30秒で暖かくなるんですよね。へえ、じゃあ朝寒がりな私にぴったりじゃないですか。ぴったりです。スイッチ入れると30秒で暖かくなってもう10分もすれば体がもう芯から暖かくなるんですよ。それありがたいですね。ありがたいでしょ。私朝弱いんで。そうですよ。寒かったら特に動き出すのに、ね、はい、ちょっと弱いちょいるんですけど。そうなんです。あとね、ちょっとこう、持っていただいて、両方ここからこう持っていただいて。重そうですけどね。はい、ちょっと。あれ？軽い。これめっちゃ軽いです。片手で持ってますよ。はい。でしょ？すごい。うん。こんな。本当にね、かなおちゃん、あれですよね。体重もそんなに重くないですよね。まあ、ぼちぼち。ね。本当に、まあ、か弱い女性でも、うん、もう片手でもこう上げれる状態なんですよ、うん、すごい軽いんで階段のね、はい、上り下りとかもね、うん、しやすいし、移動するのもしやすいです、うん、でキャスターがついてますからね、うんうん、こうぐる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 とお部屋を変えることもできます。おばあちゃんとかでもね、すごい持ち運びできそうです。そうなんですよ。でね、あとね、このキャスターもこういうふうにすぐのくんです。はい、そんな簡単に抜いて収納もこれ、これ重ねていただくと、うん、わずかですね、幅が何センチだ、これ7センチなんですよ。いや、薄いなと思ってました。薄いんですよ。でそれで、うん、キャスターもしまえるんだったら、しまえるからね。でカチンとこう、これで終わり。簡単。女性でもできるでしょ。冬が終わった後のストーブの片付けってすごい大変なんですよ。案外ね、案外収納が大変なんですけど、薄くてね、うん、軽くてもう場を取らないから収納にも邪魔ならないんですよ。確かに、これだったらすぐ閉まって、で寒くなったらまたすぐ出せそうですね。はい。へー、ちょっと待ってくださいよ。こうほら、これぐらいの薄い薄さですね。すごい薄いです。はいはい、ありがとうございます。はい、まあそんな形でね、まだまだ安心がございます、うん、はい、ちょっと読み上げていただいて結構ですか。はい、安心安全のところで、転倒時安全装置。はい、転倒すれば、安全装置が作動しまして、うん、消える状態になります。なるほど。はい、次お願いします。はい、トラッキング防止プラグ。はい、これはね、コンセントをずっと差しときますと、ホコリが溜まってボッと燃えるんですよ。そういうのをトラッキングって言うんですけど、それを防止するようなプラグになっております。安心ですね。はい、もう一つがフロッキー加工。はい、これね、もうこたつのね、あれみたいな形で熱くならないっていうかね、これがフロッキング加工。なんか絨毯、何言うんですかね、布みたいなでしょ。うん、なんかふわふわで、ふわふわでしょ、触り心地がね。そういうんで、まあ、お肌にももし当たっても熱くならない加工になっております、うん、はい。次が温度過小防止装置。はい、これはですね、まあ、夜中、つけっぱなしでもいいですよということを お伝えしたんですけれども、お布団がポーンとこの上にかかったとするじゃないですか。はいはいはい。そうすると、熱くなると自然に消えるという防止、センサーがついてるんですよ。へー、
火事になる心配もない上に、はい、自分で勝手に判断して消えてくれるっていう、はい、安心のさらに安心ですね。安心安心で安心の上塗りですよ。本当ですね、はい、最後が光触媒加工、はい、これはね、ちょうどね今インフルエンザだんだんとですね、増えております。学級ね、が休みとか、そんな風になっておりますけれども、このウイルスを、不活性化してくれるっていう。へー、うん、ですからあのインフルエンザがねこう流行っててもこのお部屋は不活性化されたインフルエンザの菌がね、ウイルスが不活性化してくれるというような。なるほど、はい、へー、安心でしょ。空間が安心なんですよ。本当ですね、はい、たくさんの安心安全があって、はいはい、まあ、そんな風な形でマイカの岩盤浴非常にですね今年も人気が上がってくると思います。はい、でね、さらにですね、プレゼント企画があるんです。おこの青葉のウサギ、うん、っていうのをプレゼントするんです。何ですかそれは。これはね、観葉植物の横に置いてきますとね、うん、マイナス4を出してこのお部屋をね非常に快適空間してくれるんですよ。へえ、そんなものをプレゼントですよ。それをプレゼントですか。はい、マイカの岩盤浴買うだけでプレゼント。なんとお得な、はい、まあ、それをつけてお値段は、はい、そのまま去年と据え置きでございます。はい、値段をお願いします。お値段が 43,780円。はい、そうなんですよ。お安いですね。青葉のうさぎをついてね。ついて、はい、税込みでございますよ。あ、税込み、はい、税込み 43,780円です。はい、製造がね、もう決まった製造ラインに乗って、台数が決まっておりますから、今年の冬は寒くなると言われておりますので、ぜひね、お早めに、ね、ご注文いただいたらお届けできますのでよろしくお願いします。はい、はい、お買い求めはお買い求めは詳しくは概要欄に貼ってますので、ぜひそちらもチェックお願いします。はい、いよいよ、もうね今年もあと残すとこ2ヶ月と2ヶ月ですなりました。はい、ぜひね、こういう機会に、新しい暖房機を使って、良い、年末を迎えてください。はい、ぜひお買い求めください。はい、それじゃあいきますよ。はい、それじゃあさよなら。